こんにちは、全集中ただの呼吸チリですー。はい、ということで今回はチートすぎて誰も勝てないんじゃないかと言われているようなアニメや漫画界の最強チートキャラたちをキャイーンと4人ほどご紹介していきたいと思います。では2020年放送開始、キリンが行くー。アクセラレーター。アクセラレータはとある魔術のインデックスに登場する人物で、その人気のあまりスピンオフ作品では主人公を務めたキャラでもあります。この作品の世界ではいわゆる超能力が科学的に解明されていて、ここに登場する学園都市では授業のカリキュラムの中に超能力の開発が普通に組み込まれています。そしてそんな学園都市の中でも最強とされているのがこのアクセラレータになります。アクセラレータが持つ能力はベクトル操作であり、熱量、運動量、電気量などこの世に働くありとあらゆる力の向きを自在にコントロールすることができます。つまり分かりやすく説明するとチンポジを自由にコントロールできるということかも。これは一見すると強さの分かりにくい能力ですが、この能力の使用例を聞くとその強さがイメージしやすいかと思います。まずは攻撃手段に関してご紹介します。アクセラレータの攻撃。小石を軽く蹴っただけでも音速以上の速度で飛ばすことができる。フェリアパンチに絶大な破壊力を持たせることができるかも。気流の動きのベクトルを操作することで竜巻を発生させることもできる。空気を圧縮させてプラズマを作ることができるかも。敵に触れただけで血流や生体電気の流れを操作でき、即死させることが、デリアといった感じで攻撃に関して非常に汎用性が高いことがわかりますが、実はこの能力は防御や移動にも応用できるので、その例もいくつかご紹介していきたいと思います。アクセラレータの防御、移動。あれで、常に敵の攻撃をすべて反射できるフィルターを貼っているので、攻撃不可能。ねえ、足に能力を使うことで高速移動が可能。あん、背中に竜巻を発生させて、その気になれば時速数百キロで移動可能。このように攻撃だけでなく防御面に関しても隙はなく、加えてアクセラレータ本人の頭脳も非常に優れているため、心理戦になってもそうそう負けることはありません。ですが能力に頼りすぎている面も多いため、生身の身体能力は低く、能力を封じられてしまうと劣勢になってしまうといった弱点もあります。これはもしかするとペルソナシリーズでおなじみキリンチャンネルの新準レギュラーのマーラ様でさえも苦戦を強いられるかもしれませんね。ユーハバッハ。ユーハバッハはあの人気漫画ブリーチに登場するラスボスポジションのキャラクターです。ブリーチでは他にもチート級のキャラクターが登場しますが、その全員の実力をも圧倒的に飛び越えて頂点に位置するのがこのユーハバッハです。一番の頂点、つまりユーハバッハは人間でいうところのつむじです。そんなユーハバッハはジ・オールマイティという超絶チート能力を持っています。ジ・オールマイティは全てを見通し知ることができる能力であり、ユーハバッハが見知った能力では彼を殺すどころか傷一つ負わせることさえできなくなるというものです。この時点ですでに最強のチートキャラであることは火を見るより明らかかと思いますが、ユーハバッハにはこれ以外にも能力を持っており、その能力というのが他人から能力を奪うという能力です。正確には傷を負った者に自身の血や魂の一部を与えることでその者の能力を高めることができ、その者が死んだ時に相手の能力を奪うことができるというものになります。これは自分の一部を相手に与えたりすることから実質セックスと言えるでしょう。また物語が進むにつれ、ユーハバッハの能力ジ・オールマイティはパワーアップし、最終的には未来に起こる出来事を予知し、その未来を自由に改変できるという能力に変わります。要するに自分が負けそうになったらその未来を変えることができるもので、そもそも敗北することがないということになります。これはもはや隙が全くない能力であり、おそらく作者である久保太斗先生もどうやって倒せばいいかかなり悩んだことかと思います。しかし結局なんやかんやあってユーハバッハは倒されてしまうのですが、その際も複数のキャラの能力を駆使してなんとか倒せたといった感じでした。このようにユーハバッハは作者である久保太斗先生すら倒すのに困る、まさしく最強キャラと言えるでしょう。ユーハバッハの手にかかれば、もしかするとキリンチャンネル準レギュラーキットパンティ細胞パンティ泥棒されてしまうかもしれません。サイキクスオ。
サイキクスオはサイキクスオの災難というギャグアニメの主人公です。外見は少し変わっているものの、一見おとなしそうな少年であまり強そうには思えませんが、その実態はチートすぎる恐ろしい超能力者になります。またこのアニメには主人公のクスオ以外にも数名の超能力者が登場するのですが、クスオが使用できる超能力の種類はあまりにも多く、基本的にどんなトラブルに巻き込まれても対処することができます。なのでもしかするとスプーン曲げもできるかも。ではその能力のいくつかをピカッしてご紹介していきたいと思います。サイキクスオの能力、エテマインドコントロール。この能力は相手の意思を操作でき、その範囲は個人だけでなく全人類にも影響を及ぼすことができます。例えばこの世界では地毛が赤いのは不自然ではないと全人類に念を送れば、全人類が本当にそう思い込んでしまうのです。これは悪用しようと思えばいくらでも悪用できそうですよね。つまりこの世界では地毛がないことは不自然ではないという平和な世界を作ることもたやすいということです。皆さん良かったですね。サイキクスオの能力に、サイコキネシス。超能力の代名詞ともいえるサイコキネシスですが、クスオの場合はあらゆる物体や人を物理法則に反して動かしたり破壊することも可能です。またクスオがその気になれば相手をコンクリートの壁の中にめり込ませることもできます。サイキクスオの能力3、呪い。その名の通り相手を呪う能力で、指先だけでも相手に触れさえすれば発動します。しかも呪いの種類はクスオの気分次第で変えることができ、例えば3ヶ月後に全身の毛穴から血を吹き出して死ぬという呪いもその気になればかけることができ、このように相手の生死すらも揺るがす恐ろしい呪いも使用することができます。またこの他にも空中浮遊や変身、透明化、発火能力、千里眼、瞬間移動など多岐にわたる能力を使用することができることから、むしろできないことの方が少ないと言えるので、そんなクスオはチートキャラの一人と言って間違いないでしょう。これはもしかするとキリンのソフレ小林カウをどうにかしてもらえるようクスオに土下座したらどうにかしてもらえるかもしれませんね。ギルガメッシュ。ギルガメッシュはフェイトシリーズに登場する屈指の人気キャラクターです。フェイトのストーリーでは魔術師たちがかつて存在したとされる英雄たちを呼び出し、それをサーバントと呼ばれるスカイマとして使役して戦うのですが、ギルガメッシュはその数多く存在する英雄たちの中でも頂点に位置することから英雄王とも呼ばれており、その強さの秘訣はギルガメッシュの伝説に隠されています。というのもギルガメッシュはかつて地上にある全ての宝を収めたとされていて、これはつまり他の英雄が持つ武器やその他の武器を全て保有していたことになるのです。つまりリアルギルガメッシュということです。そしてフェイトの世界ではそれぞれの英雄は宝具というかつてその英雄が使っていた武器を一つ所持していて、例外的に 2,3 個程度の宝具を持っている者もいるのですが、ギルガメッシュの場合はその例外中の例外で、かつて手にしたとされる無限に等しい財宝の全てを宝具として使うことができるのです。つまりリアル千本桜影吉ということです。しかもギルガメッシュの能力によって自分の持つ宝具を空間から取り出しピューッと射出することができるので、大抵の相手は宝具を乱射するだけでああと瞬殺してしまいます。また万が一この戦法で倒せない相手がいても、ギルガメッシュはとっておきの宝具怪力剣エアがあり、これで敵を粉砕玉砕大喝采することができます。この怪力剣エアという剣は空間すらも粉砕し、空間もろとも相手を倒すことができ、最初からこの剣を使っていればほとんどの相手に負けることはないでしょう。ですがそんなギルガメッシュにも弱点がその弱点というのが彼の極度のプライドの高さで、ギルガメッシュは波程度の相手であれば本気で戦うことはなく手を抜いてしまいがちで、そのせいで足元をすくわれ圧倒的に格下の相手に倒されてしまうこともあるのが唯一の欠点と言えるでしょう。ギルガメッシュが手を抜いてしまうのであれば、もしかするとこの私キリンをもってすれば逆に手で抜いてしまうかもしれませんね。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て結果キリン軍の圧勝、ヤルミーナ T、 ヤルミーナ T、 ヤルミーナ T と思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと良ければベルマークの通知登録もよろしくお願いします。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、今日も、ちょっと VTuber 対形態でね、やろうと思ったんですけど、今時刻がですね、土曜日本日の、8時57分、9時直前ということで、ちょっと時間
間が遅くなっちゃうんでですね、あの VTuber のあれですね、ちょっと動画の書き出しにねちょっと時間かかるんで、ちょっと今後もね焦った時はちょっとこういうのみで、はい、あの VTuber のね、あのショタを使うことによってね、あのショタコン人気をね、あのキャリーパミュペムさんからの人気をね、あの獲得していこうと思ってるんですけれども、まあ、あのそうやってそんな感じでちょっと場合によって使い分けていこうかなと思っております。ということで、さよなら。